皆さんこんにちは、千春めようこそ、新山千春です。今日はですね、私のもう、10年ぐらい乗ってる愛車を紹介したいと思うんですが、これになります。このラングラーのジープがお気に入りでして、もうこれ10年乗ってますね私。あー、かわいいもうこのライトとかも新しいやつはいろいろと形も変わってたりもうしてるので、今日本であんまりもう走ってなくなってきた感じなんですけども、ちょっとレトロなあのクラシカルなタイプのジープがすごい好きで、私はこのホロタイプが好きで、そうなんですよ、これに一目惚れして。だってもう正直新しい車に例えばするとして、この子も10年乗ってるんで、次買い替えるってなったら絶対ジープがいいです。うん、もう他の車はあの乗りたいって思えないぐらいこのラングラーにハマっちゃって、一番最初はね30万円で買った日産のフィガロっていうオープンカーがあるんですよ。それももうクラシックな感じで、ライトのところが全部貝殻でできてたり、すごいねこだわりが可愛かったんですよその車の。でその車をちょっと黒く色を塗って、あのない形の色にしたり、その後はミニクーパー、ミニクーパー乗りました。今の形じゃなくてあのクラシックの方のちっちゃいミニクーパーに乗って、でその後は指輪をはめていたので高級車に乗らせていただいた時もありましたすごくお高いのにあの乗させて乗せていただいた時もありました。はい、なんかあれでしたね、人柄的にちょっと調子に乗ったかもしれないです、うん、だから高級車乗っても心がぶれない自分になりたいなって思いましたね当時は、あの激しく反省してます。どっかちょっと調子乗って、うん、なんか、うん、P 車だったんですけど、うん、はい。でその後にチェロキー、うん、子供が生まれてチェロキーに乗って、でその後はもうずっとそう自分で買ったこのそう自分で買ったこのラングラーに、そう乗ってます。なるほど、うん、どうしようかな、どっちがいいかな、ちょっと開けますね。はい、はい、いいんですか。あ、いいですよ、ぜひぜひ。必ず入れてるのは、これ。はい、え、これ何ですかって思うじゃないですか。はい、これ私左ハンドルで、うん、あの右にしか駐車券を取るところがない時に、うん、これでこうボタンを押して駐車券をこうやって引っこ抜くんですよ。もうこれは手放せないですね。で壊れないんですよ。しっかりほらカチッとするので、うん、どんなに細いあのね駐車券でもしっかりと引っこ抜くことができて、1000円も入れられますよこれで。もう手慣れたもんですよ。そう、あと入ってて面白いのは、このカラオケ、はい、マイクは必ず入れてます車の中に。いきますよ。はい、結構立派なマイク。本当だ。そうなんですよ、これで車の中でもあといつも歌ってます。エコも聞くし、そう、今充電入ってないかな、入ってるかなもうこれがある場所やないわ後ろを開けるとバドミントンとかもう3本ぐらい入ってますね。バドミントンでモードよくやるんですよ。でなんか御殿場とかもよく行ってアウトレットとかも行くんですけど、はいはいはい、うん、結構広場があったりするとできるから。なるほど、うん、あとこれだ、子供の頃に、はい、何歳の頃だろう、車の中でモアが書いてくれた手紙で、はい、ほら、ママいつまでも元気でいてねもうあとは解読不能です。なんて書いてんだろう。皆さん運転うまいんですか。運転はね、車庫入れがうまいよくねマネージャーさんたちに新山さんうまいっすねって言われますね。
今日も一発で入りました。はい、というわけで今日は私の愛車のジープを紹介したんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。なんかあんまり詳しいことはわからないので、逆にジープファンの皆さん、私にいろいろ教えていただきたいなと思うんですが、これからもジープを乗り続けていきたいなと思ってるので、そうですね、ジープに興味ある方、そして初めて見てくださった方、他にも動画があるので見てもらえたら嬉しいです。